おざす。ちょうどね、先ほど海外から、8勝 8KO 1敗のチャンピオンから連絡ありまして、対戦しようぜって要求があったので、I'm always ready to fight っていう、そこで返答を打ったんですけど、まさかの階級6つ上でした。やりたかった。畜生。ということで、今回なんですけどね、3月といえば我がグループシャンパンコール選手権でございます。シャンパンコール選手権って何なのかというと、普段ねやっぱね、シャンパン安くないんですよね。もう3万とか5万円とかするシャンパンをお客様がいただいておろすんでやけれども、それに対してやっぱあのホストって宅で飲んだり、その宅で乾杯したり、あとシャンパンコールを楽しむとか、楽しんでワイワイ盛り上がって、でも今日一日楽しかったって帰るお客さんもいてるんですけども、本当にその価値があるのかっていう選手権があって、それはまあ例えば5万円とか10万円とか使ってくれるお客さんのために価値を上げよう、その金額以上のものを見合うようなものを提供しようということで、7年前ぐらいかな、僕やろうぜって言ってスタートした企画でございます。はい、でもう今回で11、12回目ぐらいになるのかな。で、まあどんどんね、いろんなゲストが来て、前々回ぐらいかな、なんかもう大阪で有名なアーティストさんが来て、で終わった後ライブやってくれて、みんなわ盛り上がったりとか、本当なんていうかな、もうホストの枠を超えたすごく面白いイベントなんですけれども、今回ね、なんとシャンパンコール選手権、審査員を、ちょっと面白い審査員を募集しようということで、なら、会議したときに、どういうのを募集要項として、集めていくってなったら、面白い意見があって、ホス協にしようじゃないか。うん。ホス協。で、ホス協として来てもらって、でも来てもらうだけじゃなくて、もちろん、うちのグループとすれば、商品券、何十万円もプレゼントするんで、来てもらえませんかっていうのもあって、あとは、そういうもうホストめっちゃ好きな女の子が、シャンパンコール見て、冷静に点数つけて、まあ、いろんな基準があるんやけども、一体感とか盛り上がりとか、そういうの、でつけてもらって、点数を競い合って、どこが一番なのかって競い合う。ただ、今回ね、そのホス協と言われる女の子たちを集めて、で、まあ、普通にやるんじゃなくて、ホス協の代表って誰なの？うん。それをなんかね、みんなに聞いたところ、なんとね、まあ、言ってんかな、坂口杏里ちゃんが、日本のホス協代表なんじゃないかって、別にホス協代表じゃない、ただ有名なだけでホスト通ってる中でね、で、いろんな事件も起こしたし、で、まあ、すごく有名になって、で、坂口杏里ちゃんが、審査員として来てくれたら面白いんじゃないかって話になりました。んで、うちの取締役の力也から、一旦連絡取ってもらって、もし杏里ちゃんよかったら、もうごめんけど、ホス協の代表として来てくれないですかって、なったんですけれども、なんと杏里ちゃん来てもらうことになりました。ごめんね、もうホス協とか言って。でもなんか、彼女自体はすごくなんか、楽しんでるみたいで、全然それも自由だと思うし、うん、まあそういうふうに言われ方はいいんかよか、いいんかどうかわからないけれども、まあそういう中で、なんとまあね、うん、ホストの世界ではすごく有名な、坂口杏里ちゃんが来ていただけることとなりまして、なんとね、その杏里ちゃんから今回、コメントをいただいております。どうぞ！ワングループシャンパンコール選手権、審査員、他にもアンリー以外にも募集してます。よろしくお願いします。アンリーちゃん、もうコメントありがとう。あら、コメントなんかもう、まあとりあえず、当日来てもらうのと、何がおもろいかって、なんかこう、もうホストの遊ぶのが好きなみたいな、まあ、簡単に言えば俺ら周りでもキャバクラめっちゃ好きな男とかいて、もうあそこめっちゃ好きみたいな、全然遊ぶの自由だと思うし、
そこに関して、まあ、否定する意味合いもよく分からなくて、自分のお金で遊ぶのは全然良くないみたいな思うんでね。まあその中でアンリちゃんが言った通り、募集しております。もし、私が、一緒に入りたいっていう女の子がいましたら、ぜひともご参加のほどよろしくお願いします。どっから募集したらええやんっていう話なんですよね。もちろんね、僕ツイッターやってるんで、ツイッターで僕の名前、エラとしひこって検索してくれたら、DM 送ることができるので、DM も可能ですし、Facebook とか、もう SNS も全部やってるんでね、どっからでも来てください。ということで、今回もね、すごく盛り上がりそうになった、なってきた、シャンパンコール選手権ですけども、まだまだ、パワーアップして、業界自体を盛り上げたいと思います。それでは以上です。月末まで、お楽しみに。